ネルがだいぶできてるね。あ、このトンネル抜けると橋の方まで行くんか、そういうことか。新しくね、そういえば橋ができてるんですよね。行ってみましょうか。先日ね、オープンした通れるようになったはずなんですよね、橋が。渡れるんかな。この間まではね、橋はできてたんですけど、ずっとねそこでゲートが作ってあって渡れなくしちゃったんですよね。令和元年5月竣工、世田川令和大橋。いいですね。今日はね、125の、YB125 できてるんですけどね、最近なんかよくだね出撃してる気がします。あの淡路とか敦賀、福井行った時ね、で今回三重、ちょいちょいね遠乗りがてら使ってますね。下道ベースで遠くへ行くんならね、やっぱり このバイクはね乗りやすいですし、燃費もいいですしね、ガソリンスタンドのことを気にせず走れるんでね。タンゴの場合はね、タンクが小さすぎるんですよね。5リッターぐらいしかタンクがないんで、予備タンク達するまでね、まあ、乗ったことがないのではっきり何リッターでエンストしてしまうのかねわからないんですけど、まあ、あとこの YB125 よりも燃費は悪いので、まあ、リッター30ちょいぐらいなんですよね、向こうは。こっちは40ちょい。
まあ、45ぐらいね YB125 は走るんですけど、30ちょいってことは、まあ、4リッターまで使っても120キロぐらいしかね走れないというね、まあ、途中で給油ができる、明らかに給油ができるところがあればいいんですけど、まあ、今日のような工程だとね、伊賀上野の市街地でしかね給油できるポイントってないんですよね。まあ、上野まで出て給油してまた戻って給油すれば問題はないんですけど、もしねスタンドが休みでとか時間が早くて空いてなくてとか給油ができない状態だとねガス欠になっちゃいますからね本当に。そういう点が悩ましいですよね。まあそれに比べてね40リッター以上走って、しかもタンクは10リッターありますから、その淡路島へねまあ明石港からフェリーに乗って淡路島へ行って無給油でね戻ってこれましたからね、まあ、実際走行距離でって340でしたかね。まあ、全然まだリザーブにも入らずに京都までね戻ってこれましたんでね、それは大きいですよね。125cc でこういうビジネスバイクをベースとしてるねバイクは各ねパーツが消耗パーツっていうんですかね、消耗品もね安いですからね、今までにねタイヤ交換をしたりエアクリーナー変えたり、先日もねブレーキ、リアブレーキのねブレーキシューを交換したりね、そういったパーツ類がね中型バイクとかと比べるとやっぱり安いですね。
からすごくね維持するのがね楽だと思います。で1台ね大型バイクもしくは中型バイク乗られてる方でねもう1台セカンドバイク的にね欲しいなっていう方、まあ私なんかそうだったんですけど、2台ね車検のあるまあまあバイクでね任意保険がね大変なんですよね。毎年やっぱり何万円ってかかってきますんで、まあ、その点ねファミリーバイク特約で乗れるというね、まあ、もっとも車をお持ちの方ならっていうことですけどね、小さい排気量のバイクはねやっぱり小さい排気量なりにね楽しめるんですよね。細い道でも入っていけますしね躊躇することなくね、あこの道見てみたいなっていう時にね入っていって、まあ、たとえね雪止まりになったりしてもね、まあ、簡単に引き戻すこともできますしね。これが車重の重いバイクだとねなかなか今日でもあったんですけど崖崩れでね道が終わっていて、しかも坂でね、まあ、あんなとこでゼファーぐらい重いバイクだったらちょっとね U ターンもままならないですよね。しかも路面はねなんか草の枯れ葉というか落ちた葉が積もって、まあ、しかも濡れてて滑るというね、足元は滑りやすく、しかも急なすごい坂で、そんなところでね U ターンして帰り下らなきゃいけないっていう場面でもね、まあ、こんなバイクだからねできる技ですよね。原付き2種の、まあ、今までメリットの話だったんですけど、デメリットっていうかね、まあ、良くない点なんですけど、どうしてもね煽られやすいんですよね。ピンクナンバーのねバイクってゼファー乗ってる時と比べるとねやっぱりこっちのバイクの時の方がね後ろからまあ煽られるというかね張り付かれたりして
同じ車線内でこう追い抜きをかけられたりすることがありますね。で原付 50cc のね原付とねやっぱ同じように見られてしまうのかな、ナンバーのせいか。だから特に危ないのが軽自動車とかがね右に入ってくるんですよね。車線をちょっと左寄りに走ったりしてるとね、同じ車線内でね並んでくるんですよね。あれ本当危ないんでね、やめてほしいですよね。あとは市街地だとタクシーね、怖いのは。タクシーはねなんか寄せてきたりね、危ない運転しますよね。どうしても、まあ、車から見てね、ちゃんとナンバーによってね、法定速度をこのバイクが何キロっていうのは分かってるのかどうかね、怪しいところでね、ピンクナンバーとか黄色ナンバーを見るとね、原付と同じようにね、思ってるのか、そういう扱いをしてくるケースがあるんでね、本当それはやめてほしいですね。同じようにね、車と同じように流れに乗って走っててもね、無理な追い抜きを、ね、かけられるというのは本当ね危ないですからね。さあさあ宇治のね市街へ降りてきました。それではね、また皆さんね、動画の方ご視聴いただきありがとうございます。次回動画楽しみにしておいてください。それではどうも失礼します。